あの人の現在。シンガーソングライターの山根康弘さん。過去には大ヒット曲もありますが、最近は露出が少ないと思いますね。昔はイケメンっていうイメージがありますが、近年は顔が変わったという噂も。今回はそんな山根康弘さんの現在の様子をご紹介していきましょう。60歳も近くなってきた山根康弘さんですが、現在も独身ということで、今まで結婚したことはないそうですよ。これだけイケメンで人気の歌手なのに不思議ですね。結婚していないだけで彼女がいるのかもしれませんし、一人の方が気楽っていうのもあるかもしれません。人それぞれの考え方なので、結婚していないからといって不幸せということもないでしょう。また同性愛者という噂もありますが、こちらに関しては本人が何も発言していないので分かりませんね。確かに顔立ちも女性のように変わったこともあり、そういった噂になったのでしょう。とはいえ、誰に迷惑をかけているわけでもありませんし、本人が良ければ問題ないでしょう。そんな山根さんですが、現在も音楽活動を続けています。ラジオ番組やイベント出演などを行って、関西地方でも仕事が多いようですよ。そう考えると、自宅も関西の方にあるのかもしれませんね。もともと大阪出身ですし、地元に戻り活動している可能性も高いです。若い時は東京で活躍し、落ち着いたら地元で活動する芸能人って多いですからね。精力的に楽曲制作やライブ活動を行っていて、全国各地を飛び回っているようです。ラジオ番組のパーソナリティも務めており、1970年から80年代の洋楽を中心に紹介しているということで、山根さんの洋楽愛あふれる番組ということですよ。2023年にはデビュー30周年を迎えました。30周年記念ベストアルバムも発売されていますし、2024年2月29日には大阪でライブも行う予定です。ちなみに山根さんは SNS などはしておらず、オフィシャルウェブサイトの YS ダイアリーというところで身近な出来事を配信していますよ。それこそ山根さんの今後の活動や近況がわかるので、ファンは嬉しいでしょうね。気になる方はぜひチェックしてくださいね。今なお現役で音楽活動をしていて、ライブも精力的にっていうのはすごいです。今後も老いることなく頑張ってほしいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。